はい、どうも、ケイスケです。お願いします。今日やることは、20代のうちに絶対に買っておくべき一生もの紹介していこうと思います。よっ。です。今、お風呂上がりで、もう髪の毛も別にセットしてなくて、ちょっとすごいラフな感じなんですけど、まあ早速やっていこうと思います。僕は普段インスタだったり、TikTok でカジュアルなね、コーデを発信しております。低身長だったり、カジュアルなコーデ好きな方はそちらの方もご覧ください。まあ、僕ちょっとヒゲをここに蓄えました。まあ、ちょっと大人っぽさが欲しくて、ヒゲをね、生やし始めましたよということで、まあ慣れてもらえたら嬉しいです。まあ、結構ね、好評なんですよね。もっとなんか、ヒゲやめてくださいとかあると思ったんですけど、続けていこうかなと思います。早速やっていきます。今日紹介するのは、本当に一生ものになるいいもの。まあ結構高いものだったりが多くなります。これからまあボーナスの時期とかがあると思うし、あとまあ学生とかもね、まあ頑張ってお金貯めて今のうちに買っておけば結構渋いねっていういい意味でねってなると思うので、そういう目線で見てもらえたら嬉しいです。6アイテムだけ厳選しました。かなり厳選しました。まあ何個もね、その一生ものって何個もないし、服ってトレンドがあって流行りがあれば、まあ、流行りが終わって、個人の気分としてもまあ、ずっと着てたいってものもあるけど飽きるものもあると思うので、そういう目線があって6個にしました。でこれですね、1つ目はレスカのアイウェアです。はい、レスカのアイウェアです。でレスカのピカっていう形になります。はい、見えるかな。はい、レスカのピカっていう形です。ちょっとかけますね。でこれはね、ブラックのフレームで、メガネのレンズ大体こう丸くなって出てるんですけど、これはこのもうフラットでフラットになってるよって感じ。だ低反射、まあ光に対して正面向いちゃうと、まあ、こういう風にちょっと反射するんですけど、こう横から見た時とか反射しにくくて上品に見えるよっていうレンズです。でちょっと色も入ってるので、なんかちょっと色気が出るというか、大人っぽい印象を簡単に出すことができます。はい、千川駅にあるスイス堂っていうところで買いました。インスタとか載せておきます。はい、これは4万5万ぐらいかな、レンズ込み。レンズもちょっと変えたのでレンズ込みで5万円ぐらいですね。本当にいいメガネっていう感じです。はい、まあ、このクラウンパウンドっていう形なんですけど、ここがちょっと王冠みたいになってるからクラウンパウンドっていうそうなんですけど、なんて言うんだろうね、雰囲気、このフレームのゴツゴツとした感じ、存在感のあるフレームの感じが、こう横とか横向いた時とか、この斜め後ろからこう見られる時の雰囲気が僕は結構好きで、そこが結構魅力かなって思います。なんかアイウェアはそういうアウターとか T シャツとか違って、一年中かけれるもの、一年中使えるものになるので、こういう一年中使えるものとかに関しては結構僕はお金使っていいんじゃないかなって思うタイプなので、高いものでも日割りにしちゃえばね、まあ、長い年月使うとか、あとはそのまあ毎日のように使えるって考えたら、使う回数で割ったらかなりコスパはいいと思うので、なんかこういうアイウェアとか一気に雰囲気が変わる系のものはお金をかけた方がいいかなって思います。ここから次はね、パンツに行きます。パンツ、スラックスになります。このブランドはね、アフィットっていうブランドです。これは僕 1LDK っていうセレクトショップで買ったんですけど、これはね3万8000円ぐらいしました。これはウール 100% 使われてるあのスラックスですね。まあ、本当に黒いスラックスって感じなんですけど、まあなんかスタイリングだったりはちょっと載せておきます、ここに。はい、この春夏買ったんですけど、黒いスラックスはなんだかんだね、本当に大人の上品なスタイルには欠かせないアイテムだと思うので、そこで僕はなんか結構安いものってポリエステルが使われてて結構テロテロ、本当にテロテロしたものが多くて、それってなんか僕はね安っぽく見えちゃうんですよ。まあやその分安いから手軽に挑戦しやすいとかいうメリットはねあるし、ガシガシ気にせず履けるっていうメリットあるんですけど、本当にずっと一生使えるような本当に質のいいものを求めるってなると、ウールが 100% 使われたもので、スラックス独特のこの裏地がついてて重たいみたいな、でスーツとかで使われるようなスラックスとはまた違うので、その分カジュアルシーンにも履けるようになってます。正直黒のスラックスいいもの持ってればブランドとかは何でもいいと思います。ただ
僕はこの、まあ、ずっといろいろスラックスとか見てきて、このアフィットのスラックスの形、素材感とかこの落ち感は本当にいいなと思ったので、今回アフィットのねスラックスをこの上げさせてもらいました。次はこれはすごい迷いました。一生ものに入れるか。でも実際一年中僕使ってて、まあそういうカジュアルにも綺麗にも合わせられるって幅考えたら一生使えるようなものなのかなと思って入れさせてもらいました。このねボンボンのノットオンブルーのデニムです。これは正直他のねものに比べたらかなり安いものになります。デニムで7900円かな、まあ、8000円ぐらいですね。これはコーディネートとかはねここにたくさん載せておきます。でこれは本当に春夏秋冬、もうどの季節でも着れるし、あとはそのマローファーとか革靴と合わせて綺麗にも合わせられるけど、スニーカーとかそういうニューバランスとかも合わせれるし、で実際まあ、僕ボンボンストアのビジュアルスタッフっていうのをやらせていただいてるんですけど、ボンボンのアイテムの中でも僕これ多分一番着てるんじゃないかなと思います。あとにねパンツ全部紹介しますって動画があるので、もしよかったらねその動画も見てほしいんですけど、そこでも喋ってるかな、本当にこれ多分一番入ってるかなって思うので、これを僕紹介したりすると結局リーバイスでいいやんみたいなっていう声をいただいたりするんですよ。で実際僕もリーバイス持ってました。550とか505とか持ってたんですけど、もちろんそのリーバイスはめちゃくちゃいいブランドですし僕も結構好きなんですけど、その好きな中でもリーバイスとこのノットオンブルーっていうのを比べた時に僕的には楽な方が勝っちゃうんですよ。まあそういう人って僕だけじゃなくて結構多いと思うんですよ、まあ、少なくはないと思います。そういう人はリーバイスとかってそのちょっとシルエットを太めなもの、幅広めなものを選ぼうとするとウエストも大きくしなきゃいけなくて、こうベルトするじゃないですか。ベルトした時にこのウエストがこうゴワゴワってゴワゴワってこう重なっちゃったりして肌に跡が残るぐらい、まあデニムの生地って硬いし僕は苦手で、このノットンブルーのデニムは前はこう普通なんですよ、ウエストの部分普通なんですけど、この後ろの部分がウエストゴムになってるんですよ。後ろだけこうウエストゴムになってる。こう横から見るとそう、ここは伸びない、ここは一切伸びないけどこっちはね伸びるっていう状態。だからこう普通に履いた時にちょっとこう伸びるから、これがすごい楽に履けるポイントです。僕的にまあショート動画でこれはねもう魅力をたくさん話してるので、まあよかったらね見てほしいんですけど、まあコーディネートもね、まあもう一回載せようかな、もう一回載せる、ドドドドドーンってたくさん載せておきます。こんくらいねスタイリングの幅が広いの で僕も未だにねずっと履き続けてること、本当にパンツたくさん持ってますけど、まあ今回これをね一生ものに入れさせてもらいました。でここで半分終わったので残り半分いきたいと思います。次3つシューズなんですけど、まずはこちら、はい、パラブーツのミカエルです。パラブーツのミカエル、はい、こちらねお値段がね今が9万4000円ぐらいします。パラブーツのミカエルかなり高いやばいっすよ。僕が買った時8万円ぐらいかな。その円安の影響で結構値上がりしちゃったんですけど、まあほんとかなり高いので、ほんとそれこそボーナスだったりなんか自分の、まあ、誕生日だったり記念日的なもので節目で買うのがいいんじゃないかなと思います。まあ僕もねボーナス入った時にこれを買いました。で僕はこのマットなブラウンですね、まあブラックでも良かったんですけど、なんか黒の革靴って結構きちっとカチッと締まりすぎちゃう感じがあって、僕はこれをねなんかちょっと柔らかい印象でコーディネートを引き締めてくれるみたいな感じで履きたかったのでこのブラウンにしました。でテカテカだとそれこそカチッとしすぎちゃう、それもすぎちゃうので、こういうちょっとマットな質感のものを選びました。もう1年前ぐらいかな、1年半ぐらいか、1年半前ぐらいに買いましたね。でこれもコーディネートね載せておきます。これも1年中使える感じかな。もう靴に関しては1年中基本使えるので、やっぱコスパいいなって思いますね。やばいっす。もうパラブーツは多分革靴系の中だったらかなりなんて格式が高いというか、かなりレベルの高いものになってると思うので、かっこいいっすよね。本当に本当に合わせやすい、いろんなものに。これね僕サイズ選ぶのが難しいなと思ってて、これねサイズがね僕ね38のハーフかな、ヨーロッパのサイズ表記かな、
で日本の表記だと22センチです僕これ。で僕は普段スニーカーとか 25.5 で履くんですよ。ニューバランスとかアディダスとか 25.5 で履くんですけど、その僕がパラブーツのこれになると22センチ。だからかなりねむずい。これ本当に一番サイズ感むずいしかなり高いんで、これはねお店に足を運んで試着して買うのが絶対におすすめです。だからこんな高い買い物でミスったら本当にもう笑えないので、店舗に行って実際に履いてみて買うのがいいと思います。最近ネットで見たらねなんか見つからなくて、テカテカしてるものなら見つかるんですけど、まあそれでもいいと思うんですけど、やっぱ僕はこのマットな感じがね個人的には好きで上品かなって思うので、これがおすすめです。パラブーツでした。で次がねはいこちらです。ニューバランスの993ですね。グレー。やっぱね、なんだかんだこいつはいいですよ。やっぱいいっすよ。ちょうど2年前かな。これ僕は新卒の初任給で買いました。神保町キックスっていうところで46,000円ぐらいかな。そのくらいで買いました。はい、ニューバランスの993。高いよね。4万円も。かなり高いっすよ。新卒の話とか、僕のね、その社会人の話も。過去の動画でしてるんでね、よかったら見てほしいんですけど、これねもうなんていうんだろう、ニューバランスの993はもう傑作だと思います。もうとにかくかっこいいよね。履き心地が本当にいいです。なんで、まあ、長時間出かけるとかにはもう本当に最適ですし、あとこのなんていうんですかね、ボテッとしたサイズ感なんですけど、なんかねこのスマートさ、スマートにまとまってる感じ、本当に幅広いスタイリングに合わせられます。デニムにも合うし、スラックスとかに合わせてもいいし、本当にカジュアルにも綺麗めにも合わせやすいので、あとスニーカー何かいいもの欲しいですとか、ニューバランス初めて買うんですけど何がいいですかって僕は結構聞かれるんですけど、僕はいつもニューバランスの993が絶対いいって言います。まあ、他もね2002とか990とか僕履いてきたんですけど、実際持ってたんですけど、結局ね993が一番いいです。ぜひぜひニューバランス欲しいよとかスニーカー欲しいよって人は絶対僕は993を履いてほしい、履いてほしいです。グレーが良すぎて僕はこのネイビーも買いました。ネイビーも持ってるんですよ僕、グレーとネイビー。はい、で次ラストです。ラストこちらです。じゃあクラークスのワラビーです。はい、ワラビーのゴアテックスのモデルになります。これはね33,000円ぐらいで買えます。でコーディネートを載せておきます。はい、こんな感じ。これね僕レディースのサイズです。はい、僕足が 25.5 なんですけど、これ 24.5 か24で買ってます。1センチから 1.5 センチダウンで買うのがおすすめです。クラックスでもゴアテックスじゃないやつとゴアテックスのやつがあるんですけど、このワラビーはねゴアテックスがいいなって思います。なんでかっていうと、やっぱり雨の日でもこういうおしゃれな靴を履ける、クラークスのワラビーは本当カジュアルにも綺麗めにも使えるだし、コーディネートが本当簡単に引き締まるんですよ。もう上下トップスパンツ両方カジュアルになって、そうなっちゃってもこれ履けばなんか綺麗にまとまるんですよ。あと今の時期だとハーフパンツに本当に相性がいい。ハーフパンツって本当カジュアルになりがちじゃないですか、T シャツにハーフパンツとか。で、そこにもうこいつ、まあ、さっきのニューバランスとかでもいいんですけど、このワラビー合わせたら本当に簡単にまとまるので、本当におすすめです。これが本当に、ゴアテックスのワラビーがおすすめ。で、正直これパラブーツと形が似てるんですよ。パラブーツと形が似てる。で、僕これどうやって使い分けてるのっていうと、こっちは、よりカジュアルなシーンとか、もうガシガシ履く用的な感じで位置づけてます、僕は。だから、ゴアテックスが大事なんですよ。雨の日特に履きます、こいつ。でもこいつはゴアテックスだから、もう水めっちゃ軸し、靴下びちょびちょになるっていうことがないし、だからこいつはそういう感じで僕は履いてます。でどうしてもやっぱこのスウェードより、まあ、レザーの方がね上品に見えるので、こっちの方がもっと綺麗に見せたい時に履いてます。ゴアテックスのワラビーは、まあ、最初に持っててもいいかもしれないですね。このパラブーツより先に、こいつの方が、ガシガシ履けるから最初に持っててもいいと思います。まあ、今の3つで順位つけるなら、買う優先順位つけるとしたら、とりあえずこいつね、雨でも使えるし、どんな天候でも使えて、コーディネートもどんなコーデも使えるから、とりあえずこいつ、クラークスのワラビーのゴアテックスを買っておいて、その次にニューバランスとかを買って、で最後このパラブーツでもうガチッと決めるみたいな感じがいいと思います。
まあ、そんな感じかな。でよくね、夏でも履けますかっていう質問いただくんですけど、もう夏でも履けます。なんかそのクレープソール、そのゴアテックスじゃないやつだとこのクレープソールってものになるんですけど、それだとなんか夏は溶けるみたいな、暑すぎて溶けるみたいな言ってるんですけど、僕は溶けてる人を実際に今も見たことない。もう溶けてベジョベジョになっちゃったみたいな、まあ、そんな簡単に溶けてたらもっと問題になってると思うし、クラークスのワラビーに対してそこまでね心配しなくていいと思います。ってな感じです。もう今回はかなり厳選したものになりました。この6つは本当に一生ものだなと、1年間の中でたくさん服を買う、100万円近く使う僕からしても常に一軍であり続けてきたものです。まあ高い服何買えばいいか分かんないとか、お金を持ってる社会人の方だったり、これから本物の服好きになりたい学生の方だったり、この動画を参考にしていただけたら嬉しいです。まあ、ちょっと最後にコメントを読ませていただきます。ゾゾタウンで5万円分購入しましたっていう動画です。まあ、この動画どうだったかな？結構、まあ僕、なんて言うんだろう。うわ、視聴者だったら、こういう買い物してる風景というか、そういうのは結構面白いかなとか思ったんですけど、どうですか？僕はご褒美に FA カップファイナルユニフォーム買っちゃいました。いいですね、これは。最高ですね。僕はね、ずっと今もサッカーをやってて、社会人チームで。マンチェスターユナイテッドがね、昔から好きなんですけど、これいいですね。いい買い物ですね。一生ものですね、FA カップファイナルユニフォーム。で年内にね、僕はオールドトラフォード実際見に行きたいなと思ってるので、もし見に行けるよってことになったら Vlog でも撮ろうかなと思ってます。イギリス Vlog。 スティーブン・アランのシャツの質感分かってすげえって思った。スティーブン・アランのシャツは僕毎シーズン買うぐらい好きで、まあ実際このゾゾタウンで買い物する前に実際お店でね、僕こう見てたんですよ。見てて、まあ、ゾゾで買うかって感じだったので、まあ、質感分かってたっていうのもあるんですけど、まあ、こういうコメントをいただけるのは本当に嬉しいです。ってな感じです。いつもコメントありがとうございます。よかったらね、この動画も高評価だったり、コメントでね、盛り上げてくれたらすごく嬉しいですし、YouTube のやる気も出るので、お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。